エルドレットはケニアの都市。2012年の推定人口は269,574人。ケニア中部の高原地帯、標高2100メートルの地点にあり、リフトバレー州に属する。ナイロビ、モンバサ、ナクルに次ぎ、ケニアで4番目に大きな町である。住民はカレンジン人が中心で、少数のキクユ人も住む。エルドレットには大きな市場があり、 物資の集産地となっている。周辺では、小麦とおもろこし、女中菊などが栽培され、また、繊維産業も盛んである。また、1984年設立の萌衣大学があり、学生も町の人口の大きな部分を占めている。エルドレット周辺は、ポール・テルガトなど著名なアスリートを数多く輩出し、ケニアのマラソン競技の流星を大きく支えた。 2007年から2008年のケニア危機でエルドレットでは大暴動が起き、ムワイキバキ大統領の出身民族であるキクユジンと野党候補のライラ・オディンガを支持したカレンジンジンが対立して多数の死傷者が出た。近郊で農園を経営していた元オリンピック選手のルーカス・サングもこの事件の際殺害された。エルドレットが建設されたのは1910年で当時は 64とだけ呼ばれていた。1912年に現在のエルドレットという名に改称された。1924年にはウガンダ鉄道がエルドレットまで開通し、囲碁付近の農産物、畜産物の集産地として発展した。モンバサからナイロビを経由してエルドレットまで石油製品パイプラインが伸びており、ここから石油がトラック輸送され、ウガンダの需要を満たしている。 カンパラまでのパイプラインに延伸計画がある。市内、ありがとうございます。